アイスランド侵攻は第二次世界大戦においてイギリスが1940年5月10日に中立国のアイスランド王国へ侵攻した軍事行動である。作戦名はフォーク作戦。イギリス軍が上陸したレイキャビークの港と町1940年5月10日、早朝イギリス海兵隊が中立国であるアイスランド王国の首都 レイキャビークへ上陸し、進行作戦は開始された。抵抗もなく上陸した部隊は、速やかに通信網を封鎖し、戦略上の要所の確保を呼び、ドイツ人民間人の逮捕を行った。部隊は、現地の輸送手段を挑発し、クバール・フィオルズル、カルダザルネース、サンドスケーズ及び、アクラネースへ移動、ドイツ軍の反撃時に予想される、敵上陸。 降下地点の確保を行った。数日のうちに、対空砲部隊がレイキャビークに配置され、文献隊はアークレーリへ送られた。同日夜、アイスランド王国政府は、この攻撃は、アイスランドの中立と独立を、甚だしく犯すものであり、すべての損害に対する保障を求めるという旨の抗議文書を提出した。それに対しイギリスは、その保障を、 有益な事業協定の締結、内政不干渉及び終戦後の全部隊撤収を約束した。成行上アイスランド当局は正式には中立の方針を維持するものの事実上進行軍に対しての協力を行った。進行軍は746名の海兵隊からなっていたが装備は不十分で基本的な訓練も不足していた。 彼らは作戦には成功したものの、10万3000平方キロメートルの島を守備するには明らかに戦力不足だった。5月17日、4000名のイギリス陸軍部隊が到着し、海兵隊と交代した。後にアメリカ軍が戦争の残りの期間、アイスランドを占領した。500年以上の長きにわたる、デンマーク統治時代の後、1918年に、 アイスランドは、デンマークと同じ君主をいただき、外交政策を共有する、同君連合の構成国、アイスランド王国として独立した。連合条約は1942年の発効までに、修正を行えることとし、合意に達しなかった場合には、その3年後に一方的に破棄できるとされた。1928年までには、 すべてのアイスランドの政党の間で同盟条約をできる限り速やかに破棄するという方向で合意していた。新しく生まれたアイスランド王国は非武装中立を宣言した。国王クリスチャン10世はタイムに対しアイスランドにおいてはかつての君主ほど不人気なわけではないと語ったが、ほとんどのアイスランド人は共和国の独立を熱望していた。 1940年4月9日、ドイツ軍はベーゼル演習作戦を発動し、ノルウェーとデンマークに侵攻した。デンマークはその日のうちに降伏、占領された。4月10日、アルシングは、デンマーク国王クリスチャン10世がもはや憲法上の職務を遂行することができないとし、それまでアイスランドに代わって、デンマークが行っていたすべての責務とともに、それらを、 アイスランド政府に帰することを宣言した。アイスランドは完全に彼らのものとなった。4月12日、イギリス軍はバレンタイン作戦を発動し、デンマーク領、フェロー諸島を占領した。ドイツのデンマーク及びノルウェー侵攻を受けて、イギリス政府内ではドイツ軍がほどなくアイスランドに侵入しようとするのではという懸念が増大した。これはイギリスの北。 大西洋支配に対する重大な脅威になると考えられた。同様に重要な事案としてイギリスは北大西洋のジャグギャップの紹介を強化するということもあり、アイスランドに彼らの基地を持つことを絶望していた。4月9日、イギリス政府はアイスランド政府に所管を送り、イギリスはアイスランドの独立を支援する用意があるが、 それにはアイスランドに便宜を図ってもらう必要があると伝えた。それはイギリスの盟友として参戦するということだったが、アイスランド政府はそれを拒否した。8時に帰宅。食事と仕事。来週にアイスランド征服を計画すること。10中89遅すぎる。何話かのアヒルのこの群れを見た。アレクサンダー・カドガン。 1940年5月4日の日記の最後より、ノルウェーの戦況は悪化し、イギリス海軍本部は、もはや、アイスランドに基地なくしては済まないという結論に達した。5月6日、イギリス首相、ウィンストン・チャーチルは、戦時内閣に状況を説明した。チャーチルは、アイスランドとの交渉をこれ以上続けるならば、ドイツがそれを知って、先手を打ってくると主張した。 より確実かつ効果的な解決策は、事前の通告なしに軍隊を上陸させ、規制事実としてアイスランド政府に突きつけることだった。内閣はそれに同意した。その進行はバータリー的に準備され、作戦内容のほとんどは現地へ行く途上で計画された。進行部隊には数枚の粗末な地図しか与えられず、 その中の一つに立っては誰かの記憶をもとに描かれていた。また、アイスランド語に堪能なものは一人もいなかった。イギリス軍の計画では、全部隊がレイキャビークに上陸することとなった。そこで、また、北欧侵攻で大きな戦果を上げたドイツ軍の空挺部隊にも、有料していたため、とされた。海軍情報部は三つの有力な情報源から、 何らかの抵抗があると予想していた。現地のドイツ人の何人かは武器を持っていると考えられており、抵抗するか、さもなくば、ある種のクーデターを起こすことさえ考えられた。さらに、ドイツ軍侵攻部隊がすでにアイスランドへの途上にあるか、あるいは、イギリス軍上陸後直ちに出動するかもしれなかった。また、約70名の武装した隊員で構成された、 レイキャビーク警察の抵抗も予想された。偶然デンマークの巡視艇がレイキャビークにいた場合、デンマーク水兵は守備隊を支援するかもしれなかった。1940年5月3日、サリー州ビスレーのイギリス海兵隊第二大隊は、ロンドンから目的地も知らされないまま、通知から2時間で移動を開始できるように、準備しておけという命令を受け取った。 この大隊は前月に編成されたばかりの部隊であり、現役の士官が核となっていたが、一般兵は新兵ばかりで、部分的な訓練しか受けていなかった。また、小銃、拳銃、銃剣といった武器も不足しており、海兵隊員のうち50名が小銃を受け取ったばかりでまだ死者もしていなかった。5月4日、大隊は、ある程度のブレン軽機関銃。 対戦車砲及び2インチ迫撃砲を受け取った。武器の標準調整や習熟に割くだけの時間もなく、それらは会場で行わなければならなかった。支援火器は3.7インチ三砲二門、ポンポン砲四門及び4インチ沿岸砲二門が支給された。火砲は海軍及び海兵隊の砲兵が受け持ったが、それまでこれら火砲を使用した経験のある者はいなかった。また、 サーチライト、通信機器及び射撃式装置も不足していた。ロバート・スタージェス大佐は、部隊の指揮を任された。49歳になる、彼は、第一次世界大戦のガリーポリの戦いや、ユトランド沖海戦を戦った、巧妙な歴戦の兵士だった。彼は、ハンフリー・クイル少佐指揮の小規模の情報部と、チャールズ・ハワード・スミスを団長とする、外交使節団を伴った。 これらを除き、進行部隊は746名の兵で構成された。5月6日、スタージェス部隊は列車に乗りスコットランドのグリーノックへ向かった。自身が注意を引くことを避けるようにという命令で、部隊を2つに分け、時間をずらし、別々の列車で移動した。しかし、列車の遅れによりそれぞれは、同時刻に、グリーノック駅に到着してしまい。 ひ得行動の努力もわずかながら無駄になった。さらに、機密は、部隊が出発する頃には、漏れており、グリーノックに着いた頃には、目的地は、アイスランドだと、全員が知っていた。本作戦の指揮官従順に艦ベリック1940年5月、私たちは、海兵隊をアイスランドへ輸送し、アイスランドは、ドイツ軍による占領を防ぐため5月10日に、 占領されました。多くのドイツ人民間人と技術者が捕虜となり、イギリスへ移送されました。アイスランドへの航路はすごい荒波で、ほとんどの海兵隊員は、館内中の原門や、メスデッキで取り乱し、船酔いでへばっていました。一人の不幸な海兵隊員は自殺してしまいました。スタンフォアマン、巡洋艦ベリック勤務の可視官5月7日朝、舞台は、 彼らをアイスランドへ運ぶ、巡洋艦、ベリック及びグラス号が停泊するグリーノックの港へ向かった。上艦は始まったが、数多くの問題と様々な遅れに悩まされた。結局、出発は5月8日に延期されたが、それでも桟橋に大量の装備品や補給物資を残していかなければならなかった。5月8日朝4時、巡洋艦はアイスランドへ出発した。 対戦紹介として、駆逐艦、フィアレス、フォーチュンが随伴した。巡洋艦は割り当てられただけの兵員を輸送するようには設計されていなかったため、中はすし詰めの状態だった。天候はかなり良かったにもかかわらず、多くの海兵隊員はひどい船酔いにかかった。航海中の時間は武器の調整や習熟に当てられた。 一人の海兵隊新兵が途中で自殺したが、公開中に、その他の問題は起きなかった。スーパーマリンオーラスは、ほぼどんな場所でも降りることができるという長所があったが、結局アイスランドでの作戦には適さないと判明した。アイスランド時間5月10日午前1時47分、巡洋艦ベリックは、カタパルトから、偵察機スーパーマリンオーラスを出した。 偵察の第一の目的は、レイキャビーク周辺での敵潜水艦の探索だった。海軍情報部は、敵潜水艦がアイスランド郊外で活動していると確信していた。ウォーラスのパイロットは、レイキャビーク上空を飛行してはならないと命じられていたが、外上空をやかましい音を立てながら数回、旋回してしまった。この頃のアイスランドは、航空機を所有しておらず、 この珍しい出来事は多くの人々を叩き起こし警戒させた。アイスランド首相ヘルマン・ヨーナソンもアイスランド警察と同じように飛行機に注意を向けた。警察署長代理エイナル・アーナルズは多分それが予定されていた新しい大使を乗せたイギリス軍艦から飛んできたものだろうと思っていたドイツ領事ベルナ・ゲール・ラッハもまた飛行機に注意を惹かれた。 不安を感じた、彼は、ドイツ人の同僚と共に、港へ車を走らせた。彼は、双眼鏡を覗き、不安が的中したのを確認し、急いで帰った。帰宅した、彼は、書類の焼却を手配し、アイスランド外務大臣と電話連絡を取ろうとしたが、できなかった。午前3時40分、一人の、アイスランド警察官が港に召喚隊が近づいて、 来るのを発見したが国籍を識別できなかった。彼は彼の上司である警察署長代理アーナルズへ報告した。アイスランドの中立島では3隻を超える高専国軍艦が同時に中立港を使用することを禁じていた。またそれら艦船からのいかなる航空機も中立海域上空を飛行することを禁じられていた。 接近する艦隊が2つの方法でアイスランドの中立を犯していたので、アーナルズは調査に向かった。港に行った、彼は自身で艦隊を見て、おそらくイギリス軍だろうと思った。彼は外務省と連絡を取り、彼が艦隊に赴き、指揮官にアイスランドの中立を犯していることを通知すべきか、どうか確認を取り、税関職員にボートを用意するよう命じた。 一方、巡洋艦ベリックでは、海兵隊員が港に接岸する駆逐艦、フィアレスに乗り移るよう命じられていた。船酔いと経験不足のせいで作業は遅れ、将校たちを苛立たせた。朝5時直前に400名の海兵隊員を乗せた、フィアレスが港へ向かった。港には、人々が集まってきて、小さな群衆をなし、その中には、 税関のボートを待つ数名の警察官もいた。イギリス領事は進行を事前に知らされており、部隊が到着した時に支援するために同僚と共に待っていた。困惑している群衆の中、イギリス領事シェファードは警察官に向かって尋ねた。すいませんが、兵士が駆逐艦から降りられるように群衆を少し後ろに下がらせてもらえませんかね 警察官は答えた。いいですとも。駆逐艦フィアレスが接岸すると、直ちに上陸が始まった。警察署長代理、アーナルズは、駆逐艦の艦長との会見を求めたが拒否された。彼は急ぎ首相に報告し、ヨーナソン首相は彼に、イギリス軍に干渉しないよう、そしてアイスランド住民との衝突を防ぐよう命じた。上陸中、現地人の何人かは、 イギリス軍の到着に抗議した。一人のアイスランド人は海兵隊員から小銃を奪い取り、それにタバコを詰め込んだ。彼はそれを海兵隊員に投げ返し、そいつに注意しろよと言った。一人の将校が来てその海兵隊員を叱った。イギリス軍は郵便局に見張りを置き、ドアに張り紙することでレイキャビークでの作戦を開始した。張り紙には、 片言のアイスランド語で、この街は、イギリス軍が占領し、当地のドイツ人に対処する際に協力を求めると、書かれていた。侵攻のニュースがベルリンに届くのを防ぐため、サミン、RV 及び気象庁の事務所は速やかに、イギリス軍の支配下に置かれた。一方、ドイツ領事館の選挙は、最優先事項に割り当てられていた。領事館に着くと、 イギリス兵は抵抗の兆候が見られなかったため安心してドアをノックした。ドイツ領事ゲーラッハはドアを開けアイスランドが中立国であることを指摘し侵攻に対して異議を申し立てた。彼はデンマークもまた中立国であったことを同様に指摘された。イギリス軍は建物の会場で炎を発見し、 大量の文書が領事館の浴槽で燃やされているのを見つけた。彼らは火を消し、相当数の記録文書を押収した。イギリス軍はまた、ドイツ貨物船、バイアブランカ号の乗組員の抵抗も予期していた。バイアブランカ号は、デンマーク海峡で氷山と衝突し、62名がアイスランドのトロール船に救助されていた。海軍情報部は、そのドイツ人らは、 実はドイツ潜水艦の呼び乗り組員だと信じており、アイスランドの外で活動していると考えていた。実際には武器を持たないドイツ人は何事もなく捕らえられた。イギリス軍はドイツの侵攻のいかなる危険にも事前に対処することになっていたが、実際に計画されることはなかった。イギリスの侵攻の後にドイツはこれに介入するイカロス作戦を準備したが、 おそらく平坦上の理由により放棄された。その後、イギリス軍は、ここの部隊を他で必要とし、1941年7月、アイスランドでの責務を、アメリカ・アイスランド防衛協定に基づき、アメリカに移管することに同意した。イギリスは、アルシングに、アメリカの占領軍を承認するよう説得し、アイスランドには、成人男性の人口を上回る4枚の、 占領軍が駐留した。占領の後、多くのイギリス軍の半円形プレハブ兵舎が後に残された。それは戦後の住宅不足の折に民間の住宅に使用された。ありがとうございます。